宮地和明は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。笠佐町立阿光義小中学校、ラサール高校を経て、東京大学法学部第三類卒業。1965年、農林省入省。農林経済局農業共同組合課課長補佐。農林水産省大臣官房参事官等を務める。1985年。 畜産局畜生家畜産総合対策室長を最後に退官。1986年の第38回衆議院議員総選挙で旧鹿児島一区に無所属で出馬したが落選。1990年の第39回衆議院議員総選挙初当選。以後6期務める。1994年7月、村山内閣で総務政務次官。 1996年の小選挙区以降後の総選挙では松下忠博とコスタリカ方式をとっており第41回衆議院議員総選挙では比例九州ブロックに単独立候補し当選2002年1月第1次小泉内閣で厚生労働副大臣を務める同年7月後日の不祥事により辞任2005年9月の 第44回衆議院議員総選挙では松下が郵政民営化法に反対票を投じたため自民党の公認を得られず無所属で出馬。これによりコスタリカ方式は解消となった。選挙では松下を破り落選。しかし2009年9月の第45回衆議院議員総選挙では逆に松下に破れ落選。同年12月、 自民党衆議院鹿児島県第3選挙区支部長に就任した。2012年9月、金融担当大臣であった松下が死去。同10月28日施行の衆議院、鹿児島参加補欠選挙に自民党公認で立候補し、国民新党の野間県を下して7選。同年11月16日に衆議院解散が行われたため失職。 第46回衆議院議員総選挙では、野間に6000余りの差で敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、8000。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙へは、立候補せず、正界を引退した。後継は、息子の宮寺拓馬。2002年7月、講演会指則の受験番号を、大学側に連絡した。 帝京大学医学部の入試地危機問題によって国会審議を混乱させたとして厚生労働副大臣を辞任した。日本共産党の機関紙新聞赤旗に入学手続き前に受験生から24億円以上もの寄付金を集めていたことが問題となっている帝京大学から1995から2000年で600万円の現金があったと報じられた。 また、宮地は講演者子族の帝京大学医学部入試で、口利きした疑惑を持たれている件について、受験番号を問い合わせてきた総長の電話は、自分がたまたま受けて回答しただけと述べていると、報じられた。2007年9月、自らの選挙運動費用の収支報告書に、法律で義務付けられている、約580万円分の経費の領収書を、添付しなかったため、 鹿児島県選挙管理委員会から指摘を受けた。そのうち約540万円分は宮地が代表を務める自民党支部の政治資金収支報告書にも経費として記載し二重計上していた。ありがとうございます。